水路、風呂、待たせたな。オリエンタルマンダリンホテルの処理は終わったそうです。しかしイーサン・ヤンの死体は、あの爆発だ。骨も残るまい。奴らしい最後だ。厄介な敵が消えて万々歳と行きたいところですが。上海とは決裂か。はい、和平の道は完全に閉ざされました。相手はハクロン様がお会いにならなかったことに激怒し、交渉にもなりませんでした。ご苦労だった、水論、風論。今後の動きですが、差し当たって香港に入る全てのルートに部下を配置しました。とはいえ敵のヒットマン全てを食い止めるのは。その前にこちらから攻め入るのが一番だな。一つよろしいですか。なんだ。クルミを日本にお返しください。それはない。なぜですか。全面戦争を前にしてクルミの存在は邪魔になるだけです。それは俺が決めることだ。目を覚ましてください、ハクロン様。フーロン、言葉が過ぎるぞ。クルミが来てからというもの、ハクロン様は変わってしまわれた。上海にしても全面戦争に踏み切る理由なんかどこにもない。今のハクロン様はどこか行き急いでいるようにしか見えません。かもしれないな。以前ならご自分の命が我々や竜王者にとっていかに大事かを分かっておられたはずです。我々のために生きようとしてくれていたのに、今のハクロン様はたった一人のために死ねる人間になってしまった。いや、俺は死なない。どんなことがあってもあいつと一緒に生きて、生きて、生き抜いてみせる。クルミとですか。馬鹿げてます。とても覇王の道を歩まれるお方の言葉とは思えません。覇王の道を歩むならクルミと歩む。ハクロ様は間違っています。俺が間違っていたのはクルミを手放そうとしたことだ。ハクロンめ、交渉の席にも出てこなかったか。なかなか面白いやつよ。まったく、上海をなめるにも程があります。構わん、話し合いに応じれば穏便に済ませてやろうかと思ったが、あくまでも逆らうというならそれ相応の報いをくれてやるまでだ。香港攻撃の準備はできています。焦るな。とどのつまり竜王者はハクロン一人。ハクロンさえ消せばこの戦争はおしまいだ。つまり暗殺部隊を送り込んでハクロンを。それも一つの手だが、奴が交渉に出てこなかった理由も興味深い。小娘を助けに行くためとはな。こちらが得ている情報では、秋のクルミとかいう日本人の少女だそうです。そのクルミとかいう娘、よほどハクロンの大事なものと見える。もしかするとハクロン最大の弱点かもしれんな。ではその小娘を先に。そうだな。クルミという娘がいなくなった時、ハクロンがどんな顔をするか非常に楽しみだ。ハクロンさん、こっちこっち。おいおい、はしゃぎすぎだぞ。だってデートするの久しぶりなんだもん。まだまだはしゃぎ足りないぐらいだよ。それはそうだが。だからね、やりたいことがたくさんあるの。一緒にお洋服を選んだり、小さな屋台でご飯食べたり。次のデートですることがなくなるぞ。次は次でもっとやりたいことがあるの。ねえ、甘いもの食べに行かない？さっき小籠包の店に入ったばかりじゃないか。よくそんなに食べられるな。女の子の場合、甘いものは別腹って言うでしょ。別腹か。それは気づかなかったな。どんな風になってるか今夜ゆっくり確かめさせてもらおう。ちょっと、こんな街中で変なこと言わないで、恥ずかしいよ。真っ赤になった顔も
なかなかそそるものがあるな。もう、アクロンさんの意地悪。それに今のって、おじさんみたい。おじさん?そうだ、お返しだもんね。こいつ。二人はネイザンロードを南に移動し始めた。こちらは A ポイント、異常はありません。同じく B ポイント、異常なし。不審な人物、および車両案内ありません。了解した。引き続き警戒を怠るな。ったく、ハークロン様は何を考えておられるのだ。上海から大量のヒットマンが送り込まれたという情報が入っているなり、のんきにデートなのか。これだから俺はクルミなのか。ベイロンだ。こっちの上海のヒットマンをとっ捕まえたんだが、やつら観光客に化けてやがる。観光客だ。分かった、こちらも気をつける。ハクロン様に何かあったらお前のせいだ、クルミ。このタルト美味しい。雰囲気も洒落ててなかなかいい店じゃないか。うん、お菓子も美味しいし、すごく気に入ってるの。しかし俺とは来てないよな。前にね、レイランに教えてもらって。ごめんなさい。いい、気にするな。そうか、レイランが選んだ店なら味は確かだな。どうせ私の舌は信用できないって言うんでしょ。いや、お前が作る料理なら何でも美味しい。俺はそう思ってるかな。ありがとう。かわいいね。向こうにいるパパやママも優しそうな人だし。日本の家族が恋しくなったか。ううん、そうじゃないの。お父さんが生きてた頃もこういう思い出ってあまりなかったから。そうか、そういう記憶は俺にもない。え？俺には家族がいないからな。いないって？父親は14歳の時俺が殺した。俺が初めて殺した相手だ。どうして？俺の母親を殺したからだ。俺の家は中国王家の血を引く名家だった。しかしこめかみに黒い竜のあざを持った俺が生まれてからというもの、身内に不幸が相次いだ。この子供には死の黒き竜が取り付いておる。このままではお前の家は滅びてしまうじゃろう。占い師にそう言われた親父に殺されそうになった俺は、母親に連れられて家を逃げ出した。だが、私のことはいいから早く逃げなさい。早く。母様！母は俺を逃がすために親父に殺された。生き残った俺は逃げた先である男に拾われ、香港マフィアの殺し屋となるためにあらゆる殺人のテクニックを覚え込まされた。そして結局俺は一家を滅ぼした。運命だったのかどうかは知らない。だがあの日、死の黒き竜と恐れられるハクロンが生まれ、俺は家族も帰るべき家も失った。どう言っていいかわからないけど。いや、
別に同情とかはいらない。ただお前には知っていてほしかっただけだ。忌まわしい存在には忌まわしい生き方しかできないということをな。私がいるじゃない。私がハクロンさんの家族だよ。それでいいでしょ。お前何を。そりゃ私はおっちょこちょいだし、ハクロンさんにはふさわしくないかもしれないけど、でもハクロンさんが帰ってくれる場所になってあげられると思うの。疲れた時や悲しい時にそっと受け入れてあげる家族に。うん、もう寂しい思いなんてさせない。私がハクロンさんの家族になってあげる。クルミね、俺の家族。私じゃやっぱり頼りない。いや、ちょっとこんなところでみんな見てる。構わん、このまま抱いていさせてくれ。ハクロンさん頼む。私がハクロンさんの家族になってあげる。もしかしたら俺はずっとこの言葉を待っていたのかもしれない。ありがとう。まだみんなこっち見てる。お昼間から抱き合ってれば当然だよね。すまなかった。ううん、嬉しかったよ。もっと見せつけてやってもよかったんだがな。それは照れちゃって喉が渇いちゃった。お水お水。頭を上げるな。じっと伏せていろ。ハクロン様、申し訳ありません。そんなことはいい。クルミを俺から引き離せ。早く安全なところへ。しかしメレだ。早く連れて行け。かしこまりました。クルミ来い。いたぞ、その女だ。まさか狙われているの。グレートワンのご命令だ。悪く思うな。うっ、うっ、ハクロン様。クルミ、大丈夫か。うん、腕をかすっただけ。そうか、バカな。どうして俺なんかをかばった。だってフーロンは友達だもん。友達なら当然だよ。友達。どうしてこの俺を、あれほどお前を憎んできた俺を、どうしてそんな風に呼べるんだ。私やハクロンさんの大事な家族だから。家族。そう、フーロンもボロンもみんな大切な家族。それぐらいにしておけ。とにかく今はクルミを病院に連れて行くことが先決だ。ハクロン様。なんだ。生まれて初めて友達と呼ばれました。そうか。それに家族と。泣いてるのか。